こんにちは、先日より始まった、秘宝の行方の隠された宝箱の場所の2カ所目が判明したので動画にしていきたいと思います。正確には、特別な宝箱か。まあ、それはいいとして本日マルチ挑戦を解放できたのですが、皆さんは発生しましたか？前回の秘宝の行方では、発生したりしなかったりで一悶着あった気がしますが、いかがでしょうか？ちなみに、前回の秘宝の行方の挑戦、ほぼマルチ難易度だったので5つだけクリアできませんでした。基本的にイベント報酬は逃してないのですが、唯一それだけクリアできなかったですね。グルメは別の話。それでは、特別な宝の場所へ行きます。ちなみに、条件ですが本日の4個目の探索が終わった後が条件っぽいです。正確には、宝の地図位置が完成した後、次のトリガーが発生するって感じっぽい？まあ、トリガーはともかく、結果は宝が見つかるということなので、掘りに行きましょう。そのトリガーの場所は、別の宝箱のギミックの場所だけど、そっちを取っていなかったら、どうなるんだろう。ちなみに、宝箱のパズルの答えはノーヒントです。一応自分のクリアしたやり方も載せておきますが、人によっては違うかも？あ、これリスナーに教えていただいたので、ありがとうございます。いけました。まあ、答えが同じなら同じようにしてください。ということで、二つ目、本日四つ目な気がしなくもないけど、あと一個動画を作る予定です。ご視聴ありがとうございました。